どうもこんにちは、ホッチです。今回はアジアチャンピオンズリーグ第1戦ヴィッセル神戸対ジョホールの試合について感想を述べていきたいと思います。まず今回のフォーメーションですね。いつもと違いヴィッセル神戸は4バック使ってきました。まあ4バック使うことはあの J リーグの試合でもよくあったんですけど、まあかなり久々しぶりかなという印象を受けました。多くの人が予想したように3バック、まあダンクレーの穴ですね。今回は ACL なので外国人枠が3人、ダンクレーは登録外となってしまっているので、ダンクレーの代わりに渡辺であるとか、まあそのような選手が入るのではという予想が多かったんですが、今回はなんと4バック、ディフェンス陣はいつも試合に出ているようなメンバーで行われました。こちら、まずキーパーから説明しようかな。一番キーパーはイーガですね。まあ、こちらの選手がいるからヴィッセル神戸はハイプレス、ハイラインを行うことができている、かなり欠かせない選手だと個人的には思っています。で、たまにドリブルしすぎてイークラチャレンジなんて言われてしまったりこともあるんですけども、それの経験、まあ、それが経験があってこそ今の安定したイークラがあると僕は思っているので、まあ、去年の J リーグのイークラとはもうやはりかなりレベルが変わってきてるんではないかと。去年はね、かたくなにロングボール蹴らなかったんですけど、もうイークラの話長いな、もういいや。イークラ、まあ、ロングボールも結構蹴るようになったんで、かなり安定したなと思っています。イークラの話はもうよくて。こっちから行きますね。こっちは西大吾ですね。で、ここの真ん中にフェルマーレンと、大崎レオが入りまして、ここに、坂井豪徳の4バックでした。そして、ボランチに安井。ここは山口蛍かなと思ったんですけど、安井が入りましたね。そして、ゴーケと、イニエスタ。イニエスタは、とゴーケは、もうこの辺りの3人はよく入れ替わっているような印象を受けましたね。小川圭次郎、ドーグラス、古橋、ということでしたね。小川圭次郎はね、個人的に同じ中学出身で、同級生にお兄ちゃんがいたりとか、小さい頃から知っている子なんですけども、本当に今回の試合嬉しかったですね。もう、我らが圭次郎が頑張ってくれたと思っています。まあ、それに対して、まあ、似たような、フォーメーションになりましたね。ジョホールも今回ゲーム久々のフォーメーションだったこともあって、前半の10分ぐらいまでかなり個人的にビルドアップがかなりまずいなと思っていました。それも西大吾、坂井豪徳がいつもの3バックのようにですね、こうゴン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 上がってたんですよね。もう坂井豪徳なんてもうこの辺まで行ってたんで、最終的にこの辺まで行ってしまってる状態。そしてもう西大吾も上がって、もちろん圭次郎、道具屋とかももちろん上がってしまっている状態。まあこういう状態のビルドアップがまあ結構あって、2バックかよみたいなね。まあここでね、イニエスタ先輩が、やばい、これはやばいということで、ここで下がってきてくれて、まあそのビルドアップをするみたいな感じになってきてしまったね。これ多分イニエスタが下がるっていうのは確実に戦術外のことだと思って、最初かなり多分、かなりパニックになっていたと思います。多分おそらくですね、ここ安井が本当は下がらないといけないところを、下がりきれずに、もう見てられないイニエスタがこれやべえと思って下がってくれた。この応用力、さすがイニエスタ先輩だなというところはあるんですけども。はい、やっぱイニエスタが下がって、ここでビルドアップ。で、その状態で、ここからですね、ここか、圭次郎へのパスが、こう、ドーンとロングで通りまして、これもっと後ろでしたね。もっと後ろですけどね。はい、もっと後ろの方から圭次郎へロングパスが通って1点目が入った。ということですね、その直後に西大吾と豪徳が、監督の元へ行って、ちょっとどうすんだという話になってたみたいなので、そこからおそらく安井が下がるようになったのかなという、そこからビルドアップに問題を感じなくなりましたね。はい。それからも西大吾も豪徳もかなり結構上がってたような気がしますので、まあ、おそらく安井もすごい下がったり、フェルマーレンとか大崎が前の方面上がることもあったんで、その時のカバー、誰かが上がったら誰かが、ボランチとかそのあたりの選手が下がるというような、合計が下がることも、まあ、ちょっとあったかなというところもありますね。ので、まあそういう風な戦術に、しっかり切り替わって修正されたというところがあると思います。そこから、まあ一回、まあ PK で、まあちょっと不幸な感じで1点が入ってしまいましたけども、まあそこから、まあさすがの古橋のミドルシュートが入り、まあ、試合の流れがガラッと変わって、もう、ビルドアップも完璧な、になったヴィッセル神戸も好きなしでしたね。もう完全に、ジョホールも、ジョホールはポゼッションサッカーを得意としてるらしいんですけれども、まあかなり、ディフェンスのラインからビルドアップするところも持ち前のプレスで、ね、しっかりとイニエスタが一番先に行く場面も多く見られましたね。はい、というところでもう相手にしたいプレーをさせない、しっかりサッカーができていたかなと思います。もう言うことなしですよね。まああと本当にゴール決まったシーンがすごすぎる。イニエスタが本当にすごい高いゴール、まずですね、個人的に一番やっぱイニエスタすごいなと思って、この辺りはい、あれ何点目ですかね。小川圭次がヘディングで入れたシーンとかも、もうここでもう完全に、これイニエスタだとし、イニエスタこれかな、これか、
ここに書いてくるんですね。イニエスタがここでボールもらって、もう誰も、もうディフェンスがここ3人ぐらいついてしまってて、もう誰も、あ、もうこれイニエスタさんも、でもさすがのイニエスタでも無理だろうというところで、ここでしっかりとこうゴールキーパーをギリギリ超えるところにクロスを上げることができる、あのイニエスタのプレーに痺れましたね。あれはもうさすがのイニエスタでももうどうしようもないだろうと思った矢先にゴールを決めた、あの素晴らしかったです、はい、あとはもう、まあ、慶次郎がいい頑張りをしていた、まあ、1対1 何回かあったんで全部決めてほしかったなっていうのもあるんですけども、それを、まあ、なかなかねやっぱ難しいですからね、すごいわずかな、そうわずかなチャンスじゃないですね、まあ、しっかりチャンスをものにすることができた。特にですね、やっぱり慶次郎は左足が弱いので、左足が弱いと言われていた慶次郎が左足ですかね、 2点左足1個ヘディングで決めたっていうところが、かなりやっぱり慶次郎も成長したなと、なんかなんで上からなんだよみたいな話なんですけど、成長 して本当にもうこのまま代表もあり得るんじゃないかみたいなね、こんな活躍ぶりでしたね。はい、古橋もさすがのゴール、もう1点ね、ドーグラス、あれすごかったですね。ドーグラスも完全に、ちょっと下げましょうかね、3人ぐらいだった気がするんですけども、まあ、完全にもう完全にディフェンスの方がこう前に行っている状態で、ドーグラスとディフェンスがこう相手のディフェンスがですね、こうボールを追い合う状態でここら辺にボールが入ったんですよね。それをドーグラスも、もちろんスピードとフィジカルでもう完全にディフェンスを置き去り、完全にディフェンスの方が有利だったポジションなんですね。それを奪い返してからの、もうしかもキーパーと1対1も結構難しい感じだったのにもかかわらず、しっかりとシュートを決める、さすがのドーグラスだなと思いました。ビジャ、ポドルスキーの穴をしっかり埋めてくれる存在であることもかなり、証明できたかなと個人的には思いました。かなり相手もラフなプレーが目立ったように思いますし、もう笠貝コートとか眼底に完全にもうパンチ入ってましたからね。それに古橋が怒ってなぜかイエローカードをもらってしまうという、まあちょっとまあ、なんて言うんでしょうね、ちょっと荒れた試合にはなってしまいましたかねというところは思いました。まあ、マリノスの方もかなり荒れたみたいなんで、まあ、ACL っていうのは荒れるもんなんですかね。個人的にあまり、にわかなんで、あまり昔から ACL とか J リーグ見てたわけじゃなくて、あまり詳しくないんですけれども、まあ、こんな荒れるもんなのかなと。まあ、去年の、浦和の決勝とかはちょこちょこ見たんですけども、ここまでは荒れてなかったんですよね。はい。というので、まあ、少し、まあ、先が不安になりましたね。はい、これから中国、韓国という、ライバルたちと一緒にサッカーをするわけなんで、まあ、怪我だけしないようにだけしてほしいですね。次はですね、2月19日、アウェーで、スボン、水原と書いてスボンというところのチームと対戦することになっているようです。7時半からですね。はい、ヴィッセル神戸ですね、来週、また19日水曜日に、水原と書いてスボンでしたかね、と読むチームからと対戦する予定になっているそうです。 ACL の優勝経験もあるそうです。うん、かなり不安ですね。うん、このまま怪我なく来週も終えて、J リーグ開幕を迎えれるように祈ります。しっかりね、もうこのままね、勝ってますからね、ヴィッセル、このすごい勢いをそのままに頑張って、J リーグもね、どんどん ACL も2つ勝って J リーグ行って、 J リーグも全然開幕戦しっかり横浜 FC カズとイニエスタの対決を見て、どんどんもう楽しみですね、これからが楽しみでございますが、はい、次に向けて頑張っていければなと思います。ホームの開幕戦ちょっと見に行くことはできないんですけれども、また、また来週もですね、水原、スモンとの対戦ですね、しっかり見て、またこのような動画出せたらなと思っていますので、楽しみにしていただければと思います。それでは次は、あ、そうなんですね、昨日ヴィッセル主催のチャンピオンズカップっていう、まあ、アマチュアというか、もう本当にサッカー始めようっていう人たちを始めれるような企画みたいなことで、いぶきの森で大会みたいなのがありました。で、僕参加してきたんですけども、本当に楽しかったです。本当にね、ヴィッセルの人って優しいんだなっていうのが本当に伝わってくるいいイベントでございました。うち嫁もサッカーとか、まあ、フットサル好きなんで、まあ、嫁の友達とかと一緒に、7人ぐらいで、うち3人女性、まあ、半分女の子みたいな感じのチームで、参加したんですけども、やっぱみんなしっかり優しくしてくれたりとか、もう本当にガツガツするとこはガツガツ、ゆるくやるときはゆるくみたいな、もう本当にいいバランスが取れた、大会でしたね。はい、かなり余談が過ぎましたけれども、はい、皆さんも良ければ、ヴィッセルのそういうイベントも行ってみてはいかがでしょうか。かなり、ほっこりしました。はい。それでは。